あの、矢沢が、このバースで、50歳のバースの時に、この詩で泣いてるんですよ。なんでかというと、この、お前ってのは、いい矢沢なんだよね。矢沢入ります。君はファンキーモーキーベイベイだけど恋しい。あいつ何読んでんの？街を。じゃあバキとかにも行かせるの？いや、行かせるよ。マジこれ読んだのよ。強くなれるかも。なれる。マジか。矢沢帰りまーす。ちょっと待ってごめん。時はバトルというわけで、あの前回 の、 あの矢沢永吉さんの魅力について語ってきたんですけど、いや魅力いっぱいな人でしたね。いや本当に魅力的だから今回はさらにその、いい矢沢の世界観の本質について深掘っていこうと思います。よろしく。よろしく。まあ、実はこの A ちゃんっていうのは作曲はするんですけど、作詞はしないんですね。うんうん。あ、そうそう。何してたんですか？そう。まあ、A ちゃんは本当に自分で言ってるんですけど、詩の才能はないって言ってて、で、でまあ、それを作詞が頼むようにしてるんですね。うん。で、それによって起こることっていうのは、うん、要は、矢沢、A 吉矢沢、いい矢沢の世界っていうのは、うん、矢沢 A 吉本人が作り出した世界じゃないんですよ。うん、周りの人間が、A 吉矢沢を演出するために書いた世界なんですよ。うん。だからそのため、矢沢永吉といい矢沢の世界っていうのを乖離起きてしまうんですよ。うん、だからよく言うじゃないですか。俺はいいけど矢沢はどうかなっていうのが言ってて。だから、いい矢沢ってのはこの世にいないんですよ。矢沢永吉の中にもいないんですよ。うん、あの、矢沢永吉自身がもう一人の自分っていうのを、うん、に向かっていくって感じになってる。うん、パブリックイメージ的な感じで。そうそうそう、うん。で、それに対して他のスタッフとかみんなで矢沢、いい矢沢を作っていくっていう。で、ファンも一緒に作っていく感じ。うんうん、だから、あの、コンサート会場っていうのは、あの、矢沢永吉を通していい矢沢を感じに行く場所なんだよね。わかるかな、なんか。だいぶスピリチュアルだいぶスピリチュアル。矢沢永吉を見に行くんじゃないよね。矢沢永吉を通していい矢沢を感じに行くのは。フィルターなのか。そうそうそう。あくまでも矢沢永吉自身もフィルターでしかないんだよね。投影装置。投影装置。あーな、プロジェクターなのか、矢沢。そうなんですね。プロジェクター側はいいんだけど、映ってる画面はどうかなっていう。そうなんですよ。分かってくれるよ、本当に。嬉しい。でも、そんな矢沢さんを表した曲がいっぱいある、うん、あるんですけど、うん、その中でも、あの、皆さんにも入門として聴いてほしい曲が、うん、数曲ありまして、うん、紹介していきますね。うん、まず一発目、これ、うん、I Love You OK ですね、うん。これは A ちゃんがもう初めて作詞作曲した曲で。あ、知ってるんじゃん。うん、そうそう。まあ、作曲だけだね。作詞はしない。うん、で、これが、まあ、一番最初にもアマチュア時代に、東芝 EMI ってレコード会社に持ってって、うん、これは売れないって言われて、うん、まあ、却下されたんだけど、ソロになってから一番最初のデビューアルバムで、うん、I Love You 出して、うん、これで矢沢行くと、うん。で、まあ、この歌詞がまた素晴らしくてね、うん、I Love You OK。振り返れば、うん、長く辛い道も、うん、お前だけを支えに歩いた。うん、あの、矢沢が、このバースで、50歳のバースの時に、この詩で泣いてるんですよ。なんでかっていうと、この、お前ってのは、いい矢沢なんだよね。うん、お前よくやってたって言って、もう一人の俺に対して言ってる感じがしてて。そこで俺は涙がこらえなくなっちゃって。遊戯王遊戯王みたいな話だよ、ね。そうそうそう。あの、A ちゃん自身が書いた詩もあるんですよ。うん、なんかその、要は、キャロル時代に、なんかその、作詞家のジョニー・オクラさんが失踪しちゃったりして、代わりに詩を書かなきゃいけない時になった時に書いたんですけど、結構その時の詩は、情けない男の詩なんですよね。例えばこの夏の終わりって曲あるんですけど、君と二人で歩いた浜辺の思い出、あの時二人で語った浜辺の思い出、ああ、もう恋などしない、誰にもつけず、ただ波の音だけ寂しく聞こえるという、なんかちょっとね、めめしい男のね。おぉ、めめしいね。あと、まあ、涙のテディーボーイっていう、これがね、ほんとね、雪の世界の恋だから、春風で溶かしたなんて、まぬけなファニーテディボーイさ、俺は、みたいな。ちょっとな、ちょっとね、センスがね。ちょっとね、ちょっと、うん、何なんだろうな、独特だよね。そうそうそう。だから、矢沢はどうかな。うん。うん、だから、でもそうです。あの、俺はいいと思うんだけど、うん、やっぱ矢沢、いい矢沢的にどうかなって感じなんだよね、詩が。なるほどね。あ、だんだん分かってきた。分かる？うん。でも、あの、本当にいい矢沢的な歌詞一発、ちょっとこれ決めて、うん、ちょっと矢沢一発いきます、ちょっと。うん、あなた矢沢じゃないもう、これはね、降りてきちゃってる。あ、そうか、そうか、共有意識としてのいい矢沢が、矢沢いきます。あ、誰でも矢沢いきます。クラウド、クラウド。クラウドなんだよ。クラウドなんだよ、矢沢って。ユング的なね。ユング的な。そうですね。
ヤザワクラウド。ヤザワクラウドシティがあるね。あ、はい、あ、なるほど。このタオルを羽織ったら、それに接続できるんだね。そうですね。受信者がコネクトしちゃうから、ね、うん。で、まあ、借りに行きます。で、それでね、その次の曲はね、うん、鎖を引きちぎってです。おお。もうすごいよ。あのね、死が。死が。鎖につながれて、うん、お前は生きるのかね。夢が痩せちまうぜ。諦めた顔のままで、泳ぼれてしまうのか。汗も流さないで。ゴールドラッシュ、馬車を出せ。ゴールドラッシュ、時代の荒野へ。ゴールドラッシュ、魂のシャベルで金を掘り起こせ。一山当てたら、お前もスーパースター。そうさ、今はゴールドラッシュ。ここでもやっぱりね、俺がスーパースターじゃないんだね。お前はスーパースターなんだよ。いいやつ、お前はスーパースターだよ。なるほど。やっぱあくまでもやっぱ俯瞰っていうかね。やぞーって。やぞー、えちゃんえちゃんって言って、カモンってなっちゃうんだよね。もうぜひ移動して鎖を引きちぎれって感じですね。わかる気がしてきた。そりゃ、みんなわかる。そりゃ、ハマるわ。熱狂的なファンできるわ、うん、そりゃ。そうだな。鎖を引きちぎれって言って、うん、お前がスーパースターだぞ。うん。それみんなに向けても言ってるし、うん、自分に対しても言ってる。自分っていうか、うん、いい矢沢に対しても言ってる。言ってるんだよ。誰でもいい矢沢になれるんだよ。歌手になれなくても、うん、あの生き方がいい矢沢的なのかっていうのが問題なんで、うん、ああ、うん、なるほどね。だから成り上がりが多いんだね。そうそうそう、なるほどね。本当ね、建設会社社長とかね、うん、そうそう、いや多いよね、うん、成り上がりをバイブルにしてる人多い、うん、確かに。で、まあ、だけど A ちゃんもね、その時々ね、切なくなっちゃう時ある、うん、まあ、その切なさもまた大人の声な感じがしね、うん、酒に合うんだよな、これが。続きまして、いきますよ、やつは、うん。チャイナタウンです。チャイナタウン。すごい、この歌詞が、うん。もう、A ちゃんが過ごした横浜ですね、チャイナタウン。ああ、そうだね、う中華街、うん。チャイナタウン、この街を行けば、お前との思い出が風のように頬を打つと。チャイナタウン、空のポケットに夢ばかり詰め込んで生きてきた二人さ。ポニーテールはもう切っただろうか。ベイビー、幸せならいいけどさ。ベイビーだけど、もう一度、お前に会いたいって。このお前ってのは、デビュー前のお前ですかって自分みたいな。デビュー前のいい矢沢ですかって。若い頃の何も染まってなかった。夢ばかり、あの、ポケットに夢ばかり詰め込んでた、お前にまた会いたいって言ってる。くぅ、泣けるね。あんただけじゃないね。温度差が。温度差すごいよ、ここ。そう、やっぱりクラウドまだ繋いでないからね。そう、繋げてない、あの、まだアカウント持ってないんだよ、俺。なんかでも、ない、その若かった。まあ、てか、A ちゃん、この、チャイナタウン歌ってる時、まあ30ぐらいなんだけど、その年で、若い頃の俺にまた会いたい、なんか、若すぎた恋のあの香り蘇るって言ってるんだよね。なんか成長早くない？早いよね。若すぎた恋ってもう振り返っちゃってるから。うん、早いよね。俺なんか、俺ぶっちゃけないですよと、今それ50ぐらいの時に書いてる曲だと思って。うん、だから、言ってたわ、A ちゃんが。この曲は、今の矢沢に逆にしっくりきてるよねって。当時はちょっと背伸びしてる感じがあるんだけど。うん、ああ。だから A ちゃんは先に言ってくれてるんだよね。あの、俺たちよりも。いい矢沢が。あ、そうか、だってそうか、作詞書いてるの違う人間だからか。そう、うん、まあ、最後に紹介するのが、もうすごいですよ。タイトルで笑われるね。うん、このタイトルがね、もう一人の俺です。無理だよ、絶対笑うよ、面白すぎるもんだって。そう。代表曲でしょ、多分。いや、これが意外とね、代表曲じゃないんですけど、ファンの中ではすごい有名な曲ね。あ、これ矢沢を表してるって、うん。これはね、夜更けに一人で思い出す、今も、うん。何の不安もなかったあの頃。大事なことさえ置き去りにしてきた、うん、自分を俺は悔やまないけど恨まないけど、もう一度光の道を駆け抜け、お前に会いたい、できるなら涙など見せない、お前になりたいって言ってる。おー、うん、遊戯王最終回ですか。いい矢沢を、ね、になりたいし、お前に会いたいって言って、はい、で、またもう一度お前に会いたいっていうのは、やっぱ先のチャイナタウンと同じ、うん、あの、何も染まってなかった、夢ばかりを抱いてた。ね、横浜で途中下車しちゃった矢沢に会いたい。会いたいって言ってるのかなって、うん。もしくはもうビートルズにハマって、ビートルズみたいになりたい俺はって実家な。時はアパート。でも最後に A ちゃんが、うん、この、僕はこの言葉がいつも染みててね、うん。A ちゃんってのは要は何だろう。そのおばあちゃん誇りだったらしいんですよ、うんうん、日雇いとはいえ、あ、その誰の世話にならずに、まあ、うん、自分の手だけで、あの、自分の手で稼いで、うん、その金で酒を飲んでる。なんかね、 A ちゃんの中で
何か夢を追うとか物事を追うっていうのは、うん、まず自分の手で食えてるってことがまず前提にあるっていう、うん、あ手に食つけてることがまず、うん、そうそうそう、まずは飯は食えてる、そっからだってこと言ってるね。あ珍しいタイプなんですね、うん、そう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 、うん、まず自分で自分のケツを拭けるようになってから夢を追えよって言ってるところがね、うん、俺はなんかいつもこれがね染みてるって感じでね、うんうん、まあしかも当時女の人でね、おばあちゃんで日雇いで稼ぐって相当なことだよね。相当な、うん、本当にだって50年代とかでしょ、多分60年代ちょっとぐらいでしょ、うん、すごいよねそれは、うん、それってだから A ちゃんはその本の中でそれを言ってんですよ、うん、本当の幸せってのはこれなんだと、自分の手で稼いで自分で食うこと、これができさえすれば、うん、それで幸せなんだと。ああ、うん、なるほどね、うん、矢沢はいっぱい稼いだけど、うん、その食べれる食事なんて1日3食限度だと、うん、あの本当に大事なのってやっぱ本当に自分の手で掴んで食ってるっていうのがやっぱり一番いいんだよねうんうん、ああいうハッピーってお前自分の手で食えてるっていうのが。やぞーやぞーやぞーせーちゃんって。トキワパート、まあ、ぜひ、あの、A ちゃんの、うんまあ、本からも入ってもいいですし、曲からも入ってもいいですけど、うん、まあなんかぜひ A ちゃんの人生から学ぶこといっぱいあると思うので。矢沢純度高いのどの本なの？矢沢純度、いやでも成り上がり、ああいうハッピー。あのね、ああいうハッピーでは A ちゃんの幸せのも解いてるんだよね。うん、成り上がりではいかに俺がこうビッグになってきたのかって思ってて、うん、なんだろうね。やっぱ成り上がりはなんかね、ちょっとね、ガツガツしてる感じなんだけど、うん、ああいうハッピーはちょっとね、落ち着いた感じ。やっぱ50代ぐらいに書いてるんで、うん、俺はああいうハッピーが好きだね、うんうん。聞いてみたくなりましたか、A ちゃん。なんか、うんまあ、聞いてみたくなった。今日新しい世界が、うん、そういうことかって。そういうことかって思った。うん、確かにね。うんいや作詞してないのに意外だったね、うん。なんか自分の世界を表現して、そこにみんながぐわーって盛り上がって、あの、乗っかってんのかなと思ったら違ったんだね。みんなでいい矢沢を作っていく。みんなでいい矢沢を作っていくんだね。だからあの、ライブ会場行くとみんな矢沢、いい矢沢いっぱいいるの。まあそれそうさんなの。思い思いいい矢沢はあるから。思い思いいい矢沢格好してくるから。おー、うん、そうですよね。うん矢沢永吉の格好していくファンが多いんだよ、ね。そう、うん。いろんな時代のいい矢沢の。あ、そうだそうだ。うん。うん、なんか、スーツ着てるイメージある。そうそうそう。そうライブなのに。うん。みんないいやつになりてんだよね。みんな口調も、なんか。ああ、なるほど。あれか。アップロードしてくるのがいいやつだから。自動接続だ。自動接続なのね。うん。自動更新なんだね。そう、だからライブ行きたいよなって思っちゃうんだよね。トキワバト。この動画を見て、俺も矢沢クラウドに接続してんぜって思った方はグッドボタン。入居者登録。よろしくお願いします。